ね、えー、一人治療院系を頑張るあたりに向けて、売り上げ120番突破するためのノウハウをですね、どん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 公開していきたいなと思います。今日はですね、リピート戦略なんですけども、来院してからの対応をイメージしてくださいという話をしていきたいと思うんですね。で、まあ、この話をね、なぜするのかというと、やっぱり来院してからの対応が雑な治療家さんってすごい多くて、まあ、そこでですね、もうリピートされないという状況になってしまっている人が多いです。 なので、患者さんって一体どういう思いで入ってきて、どういう思いで出ていくと、リピートしていってくれるのかなっていうのをですね、ぜひ一緒にイメージしていってもらいたいなと思います。そしてですね、これがわかることによって、患者さんの改善率っていうのも間違いなく上がっていくので、ぜひですね、本当に全員、治療家さん全員にこういった部分をイメージして、えー、やっていただけたらと思っております。ではですね、早速行きましょう。はい。 ではね、LINE してからの対応ということで、こちら見ていただきたいんですけども、まず最初、案内。案内から始まると思うんですね。そして、問診、検査、そして、説明、治療、薬っていう、この流れになっていくと思うんですけども、じゃあ、このね、それぞれのこの項目、この項目で、患者さんの感情っていうのが動いていかないといけないんですよ。感情。 この入ってきた時の気持ちと、この出ていく時の気持ちが一緒だったら、それはリピートされないです。リピートされてないですね。リピートされるって言葉はやっぱ感動が生まれてるんですよね。感動が生まれてるってどういうことかっていうと、その人の感情が動いてるんですよ。なので、リピートっていうのはね、感情が動かないとリピートされないっていうのを覚えててください。どれだけ治療効果がすごくて、その場合痛みマシになってもリピートされない経験ってないですかありますよね。逆に、 全然変化。全然変化出てないのに来てくれる人とかいてるじゃないですか。じゃあそれは何なのかなんすよね。それは先生の対応の中で相手が感動していってるからなんですよね。感動。なので、最初来てた時の気持ちをちゃんと理解して、それぞれのパートでその人の気持ちをしっかりと動かしていくっていうことを意識していく必要があります。じゃあ、どういう気持ちなのかっていうのを考えていただきたいんですけども、ここで一回ね。 この動画をストップをして考えてもらいたいんですけども、僕はもうこのまま流していきますね。じゃあどういう気持ちなのかっていうと、パン。やっぱりですね、えー、電話でね、問い合わせするときとかって、やっぱ期待、期待はしてるんですよ。ここ行ったら本当になるかもしれないなっていう期待はされてるんですけども、でも、実際のところどうかっていうと、治療院もね、目の前にして入ろうと思ったときには、あ、ほんまに行けるんかな私不安やな。やっぱりどこ行っても一緒やったしな、ここも一緒ちゃうかなっていう不信感っていうのがやっぱり出てきます。 そういった気持ちがある中、入ってこられるわけですよ。じゃあ、その不安とか不信感を、まず最初出会った時に払拭してあげないといけないですよね。じゃあ、どのような対応したら払拭できるのかっていうのをちゃんと考えないといけないです。そして次、問診、検査ですね。で、ここでやっぱりね、安心してもらって、だって不安で入ってきてるんだから、もう安心してもらって、信用まで持っていかないといけないですよね。そして、説明治療。それで、あ、このセンサー信頼できる。今までと違うっていう信頼まで持っていきます。そして、最後、予約ですね。 予約しますかしませんかどうされますかと。そこでもうそこまで、うこの人を信用してくれる、信頼してくれる、なったらもう継続ですね。これでリピートを取れます。なので、この流れがあるっていうのをね、ぜひ知っておいていただけたらなと思います。はい。で、まあ、次回からですね、まあ、それぞれの対応について、ちょっとお伝えしていきたいなと思うんですけども、まあ、ぜひですね、先生方自身でも、じゃあどういうふうなことを意識していったら、えー、患者さんの感情が動く動くのかなっていうのをね、意識していただけたらと思います。ではまた次回も、楽しみに